本動画をご覧いただきありがとうございます。車やデイリーライフチャンネルです。今回は歴代 RX7 の純正ポートの形状を見ていきたいと思います。フロント、インタメ、リアの3種類のサイドハウジングがありますが、フロントハウジングとリアハウジングのポート形状は同じですので、今回はインタメのハウジングとリアハウジングで見ていきたいと思います。こちらが FD3S のインタメになります。でこちらが FC3S のものになります。でこれが SA22C のものになります。SA のポートから見ていきますと、 SA、FC、FD でだんだんポートの方が大きくなっているのがわかると思います。次はインマニ側から見ていきたいと思います。右側から SA、FC、FD になりますが、 SA と FC はそんなに変わらないですが、 FD のものはこちらのポートも大きくなってます。次はリアハウジングを見ていきますので、ちょっと避けておきます。次にリアハウジングを見ていきます。こちらが FD のものになります。で次が FC のものになります。で最後にこちらが SA のものになります。こちらが FD、 これが FC、 これが SA になります。ポートの形なのですが、やはりSA が一番小さく FD が一番大きいっていう形ですね。まあこう見てもらえるとよくわかると思うんですけど、次にインマニ側を見ていきたいと思います。インマニ側のポートの大きさはもう明らかに違います。右側が FD、 真ん中が FC、 左側が SA になります。では全部を一列に並べてみたいと思います。全体で見るとこんな感じです。最後に全体の外観をぐるーって見ていきたいと思います。ちょっと短いのですが、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。